僕の YouTube 師匠マグロボーボーちゃんとスーパーコラボのコラボ、はい、そしてみんな黄色いって、みんな黄色い黄色くてこの、はい、黄色着てる人まあまあみんな頭悪いからそういうことだね。ああもう経験者語る的なみんな回しましたどうぞどうぞどうぞ何か分かんないけどああどうあーボボちゃん、めちゃくちゃ可愛くてビビりましたよ。うちの長女なんで。いやもうすごい。ちょっとその行き先を教えてほしいです。行き先、うん、全員知りたい、みんな知りたいみたいな。そうですね。全く柳さんなんて死んなかったんですよ。死んなくてあの歌歌ってて、歌は雷魚歌って。まあそういう感じ。俺も雷魚っていう曲作るの。そうですね。うん。台湾道場。うん。台湾道場。ここにいますよ。どうぞどうぞ。なんか見てた。あ、長女。これね、俺見て。これ見て5万7千。ええ。じゃこれフリーマーケットで歩いてたら、うん、向こうから俺のことを買って買ってって言ったから、うん、4000で買ってきたんですよ。向こうから俺のことを買って買ってって言ったから、うん、4000で買ってきたんですよ。買って買ってですか。4000円で買ってきて5万7000で売ってんの。そう。なんだよお前。しかも結構なんか古いし。レアでしょ。イカちゃん人形。バービーちゃんの日本バージョン。裏にすごいいろんな種類。だからほら宝だよ。宝。俺の宝。ああそういうことね。ああ。そうですよ。もうこれ1980年のやつだから買えないんだ。へえ。だけど宝の割には5万7000で売ってるわけですよ。ラジオでもこれ作る気にしてたらおかしいでしょ。あんまり真面目な人間だからおかしくしたくないんですよ。一緒に会話して撮ればいいんじゃないですか。お風呂とか一緒に入って笑え。あのお風呂、お風呂からライブ配信してください。これ持って全部そういうお人形さんにそういうことしちゃダメなんですよ。お人形さんにお人形さんをそういうの使ったらダメなんですよ。俺ママビビリだから魂宿ってると思いますよ。あの魂が見えます。見えるやばい、霊能力者的な。見えるやばい、見えるやばい、北海道じゃないですよ。俺に会うと何か言ってる、何か言ってる。